ルスクールとは、居住地にとらわれることなく複数の学校に通うことができる多地域就学制度です。居住地とは異なる生活を通じて、それぞれの良さや違いを知ってもらい、多様な価値観を持った子どもの育成を目指しています。楽しい楽しい言っていて、給食も美味しいって言ってても、次の日学校に行くのが待てない様子です。人数が少ないからできるっていうこともあると思うんですが、先生たちがすごい子どもたちにこう目が行き届いているなっていうのがあって、新しいお友達が増えるっていうことは、子どもたち人数が少ないので、もうとても新鮮な風が吹いてきてありがたいです。まあ、初日は当然すごく緊張していてカチンコチンになってたんですけど、もう2日目にすでにこう学校帰りに友達のお家に遊びに行くようになってしまって、あとやっぱり1年生から6年生までの縦割りでこういろんな子たちと関われるので、そういったところで下の子にも優しく、上の子には頼ってみたいなことがすごくできたなと思ってます。こっちの友達はなんかこんな感じで、向こうの友達はこんな感じで、ちょっとずつ違うから、遊び方とかもいろいろで楽しい。海岸に落ちているものを遠くまで投げてみても誰にも怒られないし、大きな声ではしゃいでも何も言われないなんて向こうではありえないことだったので、ストレスが少なく生活できてるんじゃないかなとは思います。こちらでこう感じたようなことは、また東京に帰って東京の生活に戻ってみてから改めて、あ、こうだったなっていうことに本人も含め気がつくんじゃないかなというふうに思ってます。第二のふるさとじゃないですけど、また次いつでも帰ってきて、で帰ってきた時にきっと、ああ久しぶりっていう風な、そういうなんかこう温かい環境の中で過ごせるんだなっていうような、本当にそういう場所になりました。